今日はなんと油そば鈴の木さんとのコラボになります。マヨネーズとか、 なんかケチャップとかハバネロとかが入ってるような、はい、お茶混ぜの混ぜのっけそばがあるのよ。それをね食べさせていただくと強いっすね。トイレで入ってるようなサンダルは。いや、いつもこれで世界中回ってる。で今日はなんと、はい、もう一人スペシャルゲスト呼んでます。え、誰ですかスペシャルゲストって。リーポンさんです。今日は頑張ります。軽く説明してない、はい、はい、まだ高校生、高校生2年生マジなんだけど、はい、すごいいっぱい食べるんだって。めっちゃ食うらしい。どれぐらい食べるんですか普段。見てからのお楽しみということで。ちっちゃいよだってハルク君と比べたらね。リボンカン、リボンカン、天才ショコラティエ。元々同じぐらいじゃん。うわー、ハルクの足ぶっと。油そば鈴の木さんは送迎もやってるということで、はい、その送迎車がこちらになります。これだったの。日本で運転していいんですか。大丈夫です。高速道路もなんです。怖っ怖いよこれ。タイから輸入してきました。タイからわざわざ、すごいわ。じゃあ行きますか。行きましょう。どうぞお気をつけて。開放感すごいわ。なんか日本にいない気分。これブレーキはどこなんですか。ブレーキはここ。ブレーキ、これアクセルは。アクセルは開けなんですね。手です。本当にちゃんとした車だ。しかもこれ高速道路走れるらしい。お願いします。うわー、風がめっちゃ綺麗。あ、綺麗じゃない、気持ちいい。風の中にいる。はい、どうも。こちら、美味しくなかったら全額運賃。美味しかったらもう一杯でお店となって。はい、美味しくなかったら全額返金ってやばくないですか。そうですね、美味しくなかったらもう返金。これって美味しくても美味しくないって言って全額返金してまた食べて美味しくないって言って繰り返すってこと。そういう後になるようなお客様はもう即お断りしてます。そういうことで絶対ダメだよ。うんこだな。そう、なんか日本一アンチが多いラーメン屋さんらしい。Google の口コミは各最低が8.6 です。連日200名から300名のお客様が来て。すごいね。赤字にするか。オッケー。赤字にします。いや、未だに俺疑ってるから。多分俺より食べれないと思う。見っこの腹お前。じゃあ、早速中入ってくか。はい、行きましょう。お願いします。こちらは僕の紹介ということで、はい、僕は世界中旅をしています。はい。その中、偶然、メッシ選手、コバ選手、それじゃソルトベイのローラーですね。本当だ。お会いしてしまうという、なんか偶然会ってしまう、はい、幸運な男ということを紹介しています。こっちは、ね、前の店舗ですね。埼玉市の宮原でやってた。あ、はいはい、紹介やユニフォームが飾っています。はい、すごい。これ漫画盛りは残したら、一発ゲットあります。そうなんですね。はい、結構一発ゲットやって入る方が多いです。あ、そうなんですね。結構予想すぎちゃって、はい、残した方は皆さん一発ゲットやっていただいて帰ると。油も温めて一旦置いて置いてるんだよ。なるほどね。温めてます。ありがとうございます。ほらね、開けたでしょ。開けた。ありがとうございました。またしまーす。シャッター。よっしゃ、またお会いしまーす。なんだったんですか。覚醒器。それはあれよ、多分喉が枯れた時ラーメン作ってると喉枯れるんだよ。そうなんですか。そうそう、はいはいはい、ラーメンの粉が舞って、はいはい、だから多分そのためなんだ。なるほど、その通りです。はい。絶対嘘やって。ここの鈴の家のラーメンがニンニクとマヨネーズとブラックペッパー、これを入れれば間違いないらしいよ。楽しみですね。何が好き？白米。あ、銀シャリだ。俺も気が合うね。はい。なるべく節約したいんで、食べても3本。一食で。お、俺とあんま変わんねえわ。は？強え。そうでしょ。じゃあ、リモちゃん、はい、いただきますか。下からがっつりお願いします。下からがっつり、混ぜるお願いします。あ、混ざったっすか。混ざった。お、混ざった。お、混ざった。じゃあ、いただきますか、はい、社長、いただきます。いただきます。でかくねえ、ハム。うまっ。
これはうまい、うまいよね。そうなんだ。なんか、なんで逆にこの味で星が 1.6 なのかわからない。なんなんでしょうね。え、めっちゃうまくない？やばいです。めっちゃ美味しいです。どんな味なんだろう。なんか、はい、この、あ、おかえりなさい。それなんすか？これはね、粉チーズなんだよ。これちょっとかけるよ。はい、もう食べ終わるよ。よし、食べるわ。どうぞ。どう味が変わるか。粉チーズ最高。マジ？粉チーズこれ、いっちゃいますか。マジか、次じゃあ。え？はっ？こういう裏技もあります。あんまやってほしくない。そうですね、そうですね。味めっちゃうまいですね。自分の味に合ったそのカスタマイズができるからすごいと思うね。俺も2杯目いっちゃうよ。2杯目いただきます。また晩。俺のが食べるよ。今回入れるわ。この粉チーズを。マジか。入れるよ。どうぞ。この粉チーズ。連絡を借りて。いる？これ。いいんですか？うん。ストップって言ってね。はい。すげえやろ。え、大丈夫？リモアちゃん。はい、全然いけます。サルサだよ。アリポン、どう？味変わった？変わりました。うまくなったよね。めっちゃ美味しいです。でも大食いなんでしょ。あ、でも早食いではないんだ。そうっすよ。あ、ニンニク入れたいです。刻みニンニクだ。えぐい。ちょっと待って、もうニンニク入れてしまった。結構これ入れた後に、はい、若干俺はねマヨネーズもちょっと足したいイメージ。おお、うわ、いくね、ハルくん。これなんすか、このラー油です。あ、ラー油。これなんすか。酢です。酢、お酢入れよう。はい、米完食です。はい、米いきます。これでいくわ。見て、このトロトロ。マヨネーズたっぷりやけん絶対うまいで。うわー、どんだけ。うまっ。手前ろな。ちょっとリモちゃん、うん、リポね。なリポ、俺がトッピングしてあげるわ、うん、いいですか、じゃあお願いして。すごい。結構いきましたね。そうですね。大丈夫。味、お酢がマジでいい味だ。美味しいでしょ。めっちゃ美味しい。さっきの美味しくなったでしょ。ほら、あ、マジで本当にトッピングさんが増します。そう、うん。だからがっつり混ぜるようにお願いします。これめっちゃ胃にくるでしょうね。あ、社長。社長。社長笑顔素敵ですね。年いくつなんですか。30です。やっぱ笑顔ってさ、はい、世界共通だからさ。そうですね。やっぱ笑顔素敵な人っていいよね。全国からこれを求めて皆さん食べに来て、8割ぐらいは。すごいっすね。星 1.9 です。もともとこの龍社長って言うんですけど、はい、あの元々はですね、あの僕鈴木龍って言うんですが、この龍社長はいなかったんですよ。もともとお店の批判とかスタッフに対しての批判とか、あの子かわいいよね、そういうちょっと危ない方の批判が3000から5000件投稿されて、はい、うん、あ、じゃあこの龍社長という受け皿を、アンチの受け皿を作れば面白いなと思って始めたんです。素晴らしい。ヒーローじゃないですか。社長、僕も全世界でヒーロー活動やってます。よろしくお願いします。こういうことか。何か似たものを感じると思ったのは。そうだぞ、同じヒーローだ。ダメ、4杯目リモーちゃんと拮抗してるわ。いや、マジやばいね。33キロで。え、てかよくそんな食べれるね。逆にでもすごくない？俺と同じ量食べるって。いや、マジでやばい。33キロだよ。え、俺の4分の1だよ。マジすごいと思いますよ。明日胃もたれやばそうみたいな感じ。やばくないそれ。いやいや、本当にすごいわ。社長最高何杯ですか？僕は1杯です。いや、普通に1杯でめちゃくちゃ満足するんだよ、これ。うん。量も多いし、うん、すごいボリューミーだから。これ俺4杯食って、もう無理ってなって5杯目食べれなかったんだけど、ゴリエちゃん6杯目いってるから。もう何回名前変わるの。僕アルバイトの募集をしてるらしくて、してるらしくて、はい、勝手にアンチが僕の名前と僕の番号でいろんな場所に電話してるんですよ。はいはい。それでもすごいいろんな会社が出まして、はい、アルバイトの方ですよね。はい、それの中のハルスって。あー、混ざっちゃってるんですね。何十件だから。なるほど。それ営業中になりっぱなしだった。すごいっすね。ありがとうございます。ありがとうございました。お待たせします。ありがとうございました。
ありがとうございます。お疲れ様でした。マジすごいわ、よく食べれたね。美味しかったです。すごい、ありがとうございます。でもこれご飯は食うよ、600食ってるからね。すごい、本当にすごいと思う。これの4分の1になる。今日はありがとうございました、社長。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。ちょっと僕今日ちょっと辛口でいこうと思ったんですよ。はい。本当にあの正直なあのコメントレビューをしていきましょうと。本当に美味しかったです。ありがとうございます。けどあんないっぱい食べるもんじゃないですね。一杯がすごいボリューミーだから一杯ですごい満足できる、うん、美味しかったよね。めちゃめちゃ美味しかったです。また食べに行きたいです。6杯食べてたからね。おかしいって。実際にここの油そば食べたら分かる。一杯すごいボリューミーだから。星の数 1.9 だから日本一アンチのラーメンです。いやでもなんかすごい撮影も楽しかったんだ。ああ、もちろん楽しかった。社長もすごい話しやすいし協力的で良かったですね。やりやすかったです。なんかその TikTok で見てる社長のイメージと今日実際に会った社長のイメージ全然違うわ。すごいっすね。ね、社長すごいいい人だよ。面白いです。ではぜひ油そば鈴の木さんへお越しください。